ですね。なるほど。こちらの方は花リチナ選手であります。花リチナ選手も優勝争いに加わっております。現在のところデミリワ選手がトップに立っているわけでありますが、これが 9.75 以上出しますと花リチナ選手が優勝ということになります。抱え込み2回宙返りです。 9.75 でデミリワ選手と同点です。その可能性は坂さん十分ありますね。ありますね。いやー、この剣もまたリチナ選手の独特の技のさばき方で。そうですね。これも決まりました。いかがですか、坂さん。そうですね、これは分かりませんよ。そうですか。ただちょっとですね、はい、2回目のシリーズがですね、2回ひねりっていう、そうでしたね。でね、ちょっと技の面で他の選手よりちょっと落ちるような気がするんですけれども、はい、でも分かりませんね。そう大きなしかし過失はありませんでしたね。ありません、はい、それにあの最後にね、はい、あのドッペルっていうかダブル宙返り持ってきますと、さらに加点要素になりますんでね、なるほど、これがいわゆる抱え込んでの2回宙返りです。そうですね。さあこうなりますと花リチナ選手がどのぐらい点が出てまいりますか。優勝争いが極めて熾烈を極めております。すでに演技が終了しておりますソビエトのゼトリーゼ選手は、デミレワ選手に、ブルガリアのデミレワ選手に抜かれております。まだ花リチナそれからポパ両選手の演技が終了しておりません。あ、9.85 が出ました。9.85 出ました。ということで今現在は花リチナ選手がトップに立っております。38.90 であります。